阪神ドラフト候補に豊川湖、モイセーフをリストアップ。阪神が今週ドラフト候補として愛知、豊川湖のモイセーフ、ニキータ外野手、17をリストアップしていることが分かった。ロシア人の両親を持ち、今春の選抜大会では飛距離を抑えた新基準バットで最初の本塁打を記録。同じ左投げ左打ちの外野手で高卒3年目にして一軍戦力に定着した前川浮洋外野手、21に続く人材として注目している。愛知豊川湖のモイセーフは今春選抜大会で2本しか出なかった柵越えを放った一人だ。阿南光との1回戦、今年から導入された反発力を抑えた新基準バットで右翼席へ放り込んだ。 1m80、82kg から繰り出すパワーとソフトバンク柳田に憧れることからネクストギータと称される逸材だ。阪神はこの左打ちの中堅手を高く評価し、今週のドラフト候補としてリストアップ。東海地区を担当する筒井和也スカウト42は、球を捉えた時の飛距離、打球スピードは他の高校生にはないものがあると賛辞を惜しまなかった。モイセーフ、ニキータ、2006年、平18、11月29日生まれ、愛知県刈谷市出身の17歳。小1時に野党パワーズで野球を始め、小4から東海ボーイズ小学部、中学では愛知浦リトルシニアに所属。豊川では1年春に背番号13でベンチ入りし、1年秋から背番号8、3年春に甲子園初出場。 50m86秒に、遠投 95m。 両親がロシア人で、家では日本語とロシア語の両方を使う。ベンチプレスは最高 127.5kg、 1m80、 82kg、 左投げ左打ち。今までのタイガースはネクストイトイ、ネクストギータのようなトリプルスリーを目指せる大型選手は育てられなかった過去がある。でもそろそろこっちの素材型に振り切って育成システム作らないと、いつまでも投手におんぶに抱っこ、打者には牛乳を飲むような試合運びだけのチームになってしまう。こういう身体能力の高いハーフの逸材は一人くらい取っておくべきだと思う。左でも浜風関係なくスタンドまで放り込むパワーはある。可能なら3位くらいで取れたら理想的だけど、そんなに甘くはないかな。左投げの野手は優先度が低くなりがち。足も守りも平凡だし、実際に前川もドラフト指名は4位だった。モイセーフも指名順は3、4位くらいだろう。ただ夏の甲子園で活躍していくと順位が上がるかも。おそらく2、3位で指名されそうな選手。今年の2位指名はパリーグから。ライオンズは高校生野手2位指名するチーム事情ではなく、地元ドラゴンズもしかり。問題は阪神の2位か3位で残ってるからどうか。左投げ左打ちの外野手は前川と前科無理やね。まあまだ高校生やから、前川かどちらかを一塁にコンバートして大山の号を狙わせるのも良いかもしれんね。阪神には右の強打者は多いけど、左は近本、中野、島田、糸原って高打者タイプが多くて、強打者は佐藤輝と前川くらいやしね。ドラニカ3で取れるなら欲しいね。小スケールの選手を好んで取り続けた結果の現チーム編成で、投手に頼りきりの繰り返しだから、そろそろスケールの大きい選手を複数取ってチーム内のパワーバランスを変えてほしいね。以前の報道で青山学院大の佐々木対内野手を上位候補にリストアップしてるって言ってたから、1位佐々木選手、2位に切った選手で左右の内外野を補強できると考えているんじゃないかな。本来なら強打の内野手、できれば右打ちが欲しいところだけども、有望な素材がいるなら貪欲に取りに行ってほしい。かつての補強頼みだった頃はドラフトで主軸候補を指名していなかった。選抜で打ったホームランを見たが、あんなに鋭い打球をライトスタンドへ飛ばせる高校はいないね。打球を飛ばす力は前川より上、指名するべきだな。いい選手だとは思いますが、5位、6位でいいかと思います。外野手は余っているので、それより内野の強打者と抑えお願いします。このクラスの選手ならどこもリストアップしてると思う。相手も強豪校なんで、スカウトも12球団来るんじゃないかな。打撃は穴が多いかな。変化球に弱いし、神村学園の聖林の方がプロでは成績残すと感じる。左打ちのセンター近本の後やね。出てくるのに3年かかるとしたら、年齢的にもちょうどええかも。リストアップは必要ですが、今必要なのは外野手ではなくてる内野手。理由は説明しなくてもわかるでしょう。すごく良さげな逸材だけに、他チームのスカウト陣に警戒されないように内緒にしてほしかったな。あわら、でも本当に欲しいのは右の大砲では。甲子園の浜風で左は育ちがたいよね。まあこの時期は有力どころ、とりあえずリストアップするやろ。縦島が似合う。高校生だけはわからん。頼むから打てるキャッチー探してくれ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。